壊れたい丁寧系の試合ですよね。そうだね、はい、アスカ順、そう、アスカ対決です。アスカ、アスカ同段かな、これは。これでね、皆さんあの楽しみなのがどっちのアスカが強いか分かる、爆弾アスカか丁寧アスカか。あ、俺今生放送まだ始めてないんですよね。切ったみんな、あ、切ったんじゃないよ、切ったんじゃないよ、アスカみんな見てるからね。あのやばいアスカが綺麗だ、ちょちょっとやろうか、かっこいいとこ見せるってバッサン負けたら分かってるよね、どうなるのか。バッサン負けたらうちのチーム入るって約束も常に結んでるから。はい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 、まあちょっとガオで今月、うん、マタハイから帰ってきて、うん、まあガオの店員を始めてちょっと落ち着いたらやろうかな。そうそうですね、バクシーさん、ブルースかっこいいってよ。おー、バクシーのブルースは、オージーイズムだからね、本当に。いや、本当まあ、マシイズムだと思う。イズムだよ。だって、むしろ、おじくんがいたからバクシーだってブルース使ってんだもんね。いや、本当にそれだけだもんね、そうそうそう、理由は。いや、もともとやってたけど、まあ、そうだね。ここまではやってないだろうね。はい、いきなり昇格。ねえ。さあ、ちょっと北選手の爆弾が火薬切れか、これは。いや、早いでしょ、しけっているのか。いや、まだ2ラウンド目だからあ、まだ見れないね、うん、デビジンの奈落ってノーマルヒットでプラス3かな、4か、え、3だ。鬼八門がシャガパンに勝てるから、はいはい、3だよね、鬼八14でしょ、初で。そうだね、うん、3です。どっちがヤバースか、シバターマンが完璧なヤバースカです。いや、もう一斉を握らしたヤバースカです。ヤバースカね、バッサンゾーンっていうのがあって、あのリリツ界ってやっぱさ、本田ちゃんもバッサンもさ、同じだけど変なゾーンを持ってるね。ゾーンを持ってるよ、自分のモードに入ったけど。あの本田ちゃんは自分で言ってたのはモードパニックっていうのを持ってて、はいはい、3段階あるらしいの、はいはいはい、そのパニックが、あの3段階目まで行った時はもう対戦相手はブチギレるっていう、はい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 、九州勢と本田ちゃんがモードパニックを起こした時、みんな本田ちゃんにブチギレるそれおもろいね。そうなのよ、伸びゾーンはね、ありますよ、俺ももちろん近距離とかで、あ、これ絶対もう負けないモード入ったなみたいな、もうやってたら分かります、確かに。お前まさかこれ挨拶マンクはこうだからお疲れ、ナンパも遊びに来ております。ていうかすごいね、人今日すごいね、なんだこれは。4月になってね、みんな仕事が変わったりとかさ、移転とかもしたりしても、巣鴨が新しい人も増えるけど、今の人もね、変わんないでほしいんだよね、本当に。なんかリリのライト具合とかも相当やばそう。あ、まあ、普通にライト具合がやばい。バスさんのライトはすごいよ。そういえばじゃがいもでもちょくちょく来てるよ、ね、来てるよ。面白かったよ、週1人ぐらいで来れるときは毎回来てますよ。まあどうせ俺は今後、まああれだよ、伸びがいる日は多分来るよ。いや、よろしくお願いします。もう盛り上げていきましょう、一緒に。ね、来ない日はガオにいると。そうだね、まあ全部が全部、巣鴨が全部盛り上がればいいって話じゃなくて、鉄拳の東京全体まず盛り上げる、ここから始めたいんだけど、できれば俺の本当に最終目標は、俺もコウスケもいない月曜日木曜日にいつもいる常連さんたちが、来てくれた人たち全員歓迎できるようになった、それが本当に一番の望みなんだけど、まだ例えばそれがこの人にはこの段位が合うやつっていうのがいないじゃん。まあそうだね、そこがちょっとネックになってるから、まずは、ね、みんなと良くなることが一番ですね。のびさん京都来ますよ、遊びに行きますよ。ジンの交代斬新でき、ああ本当、あれ強いもんね、よかったよかった。あれ来たね、来たね、来た選手、あれえさっきねというわけで、一度じゃあ対戦画面のみの方に切り替えたいと思います、はい、本日の配信は9時半までかな、あと残り23分で終わりです。ちょっとこっち暗いな。はい、強すぎね、
最近ゲーセンそうなのよ。だからあのなんだろう、幕張を例にするわけじゃないんだけど、幕張みたいに閉店するって分かってから人が来るんじゃ本当に遅いと思うんですよ。あれ遅いよね。遅い。だから幕張なんて閉店するかって、もうあの店長のやん、あのさ、あの人すごい盛り上げようとしてる、だから最後に10円とかにしたから、みんなが来たっていうのもあるけど、その前にもうちょっとね。そうなんだよ。そう、なくなってから、うわあそこなくなっちまったかってよりも、もしそこでちゃんと鉄拳できてたら、なくなってないんだから。まああるよねそういうのはね。それ水さんとやる、まあ配信終わったらもしかするとやるかもしれないですね。わかんないですまだ。地元の一番でかいゲーセンもケアマーね。そう、どこもゲーセンやばいね。うまい立地だよね幕張。まあそうだけど、あの言うてもガモスも立地相当最低だと思うよ。素顔もあの何がゲーセンで一番いい立地かって、まず駐車場が近くにあること、で、あの電車がいろんな線が通ってること、っていうのと、あとはあのなんだろう、鉄拳だけじゃない何かももちろんあることっていうのが大前提で、巣鴨って満たしてるのが本当に少ないじゃん。まあそうだよね。そうだからこそあの鉄拳を本当に力入れて何とかしようっていうのが元々の狙いなんですね。デクワ鉄拳師、デクワ今どうなんだろう、分かんないです。巣鴨は駅が近いからっていうのは利点なんだけど、あとはやっぱあの喫煙者にとっても大事だから、タバコの自販機を絶対入れてやる、なんとかして。遠すぎると思う。はいはいはい、はい、蒲田終わってるわ。じゃあまあ巣鴨来ましょう。だって普通に神奈川から週に3回足運んでる子なんていっぱいいますからね。もうなんだろう、電車で30分40分かかりますっていう人でも遠いとは言いませんよ。エイドリニャンしんちゃんとか電車1時間半かけて来てるからね。いやそうだよ、ほんとそうなのよ。ほんと1時間以上かけて来てる人は来てるからね、いっぱいだもんね、そこはそう思います。Get ready for the next battle. まあこのどんどんさ、ゲーセンがなくなってるさ、この時期に俺ゲーセン店員始めてるのやばいけど、まあまああのまあそう、でももともとずっとホームでやってたらそこで働けるって一番いいことじゃない。まあそうだ ね、 ね、俺鉄拳やるまで巣鴨、まあそうなんだよ。まああのもともと巣鴨なんておじいちゃんおばあちゃんの街って言われて、俺も仕事するまで行くことなんてほぼなかったもん。このリディやばい、気づきました、やばいんです本当に。もう消費され始めてるよ、間違いない。はい、公衆とか大変ね、本当遊びに来てくださいマジで。新幹線で1時間半で来るの甘いです。あの某 長野の小足屋志郎先生っていうのは、はいはい、電車で、2時間かけて約週1ぐらいのペースで東京に遊びに来てます。長野だからね、あれはさすがにモチベーション神だと思うよ。で、誰だっけ、ヨスリンもモチベはやばいんだけど、この間ヨスリン対もうあの志郎さんで負けた方がお互いの新幹線代を払うデスマッチやろうみたいな感じしてるぐらい、あの二人はモチベが高いです。給料入ったらすぐ交渉お待ちしてますよ。個体ごとにガラス、ガラスやばいよ、そんなに隣と近くやだな。この飛鳥潤はリクルートってプレイヤーですね。アドさん見直すやばすぎる。巣鴨も空気清浄機増やす、あの一応プラズマクラスター2台あるんですけど、ね、空気やっぱ悪いっていう人多いんだよね。じゃあオッケー、ちょっと待って、次のミーティングでじゃあそれ企画してみますね。あの体力からまくるか。オッケー。シバターマン、あのね、シバターマン先生は破壊力に関しては参考にしていいと思います。そう、うん、でもね、真似しちゃいけないところもね結構ある。そうだね、普段もタバコってのはまあそうなんだけど、そこ難しいんだよね。やだ、動画勢の向かいもまさん、もしもよさん、間違いないですね。おー、ゆうさんだ、お疲れ様です。ゆうくん、お疲れ様。伸びて段位低い人とかに話しかけたりするんですか。
うん、基本的には俺あの話しかけてもらえれば話をするっていう感じだし、例えばよく巣鴨に足を運んで遊びに来てくれる子たちにはいつもお疲れ様です、どこでやってるんですかみたいな話はするんですけど、なんだろう、簡単にただ鉄拳をやりに来てる人っていう人もいるし、全員が全員に気軽に話しかけたらいいっていうわけではないとは思うんですよ。ただあの話したそうにしてる人とかにはできる限り近寄ってあの話しかけるようにはもちろんしてます。そう、あとね、ずっと常連たちとも話してたら皆さんが話しかけづらいかなっていうのもあると思うんで、30分に1回ぐらいはフロアを必ず全体周回したりして見回りとかはもちろんしてますよ。のび、真面目な話、なぜのびのアサルトは好からないのか。あ、ハフステカを打ってるから、まあそれでほぼ正解です。こういうリリっている、リリはいる、リリは守り、俺のリリも結構ガン攻めですよ。え、あ、本当違う、あれただただのセコだよ。あ、ただのセコ、本当ただのセコだよ。セコム、セコ、セコくないあれ。まあまあそうだね、基本守ってる。まあまあまあ基本そうだね、やってることは全然うんこだもん。皇帝だけどのびさんのね、そうなのよ、別に段位はあんま関係ない、段位低いから喋りかけづらいっていうのはその人が持ってる意識だと思うんだわ、はいはいはい、ぶっちゃけ段位高いから何なのって話じゃん。まあね、段位低いから何なのってことは、普通に鉄拳やってる人だったら変わんないじゃん。そこはしんちゃんとかだって初め巣鴨来た時2段とかだったんだよ。本当にそんなもんなんでね、皆さん本当話しかけてください。まあ多分 声判別できるでしょう。うん、間違いない。ガン攻めのコツってありますか。フレーム意識は一番大事かな。フレームとスカだね。のびと、あ、爆死です。誰でも初心者の時代はある、間違いない。なおさら行きたくなったら来てください。ただなんか知んないんだけどオーラあって怖いって言われるのは本当にやめてよ。せっかく来たんだから喋ってくんなきゃもったねえよマジで。そんなこと言われたら俺もなんか何するの、なんか方法ある、ゼッケンとかつける。今喋りましょうみたいな感じの。のびだったらのびさんに覚えて、俺基本来た人って2回目も必ず覚えてますので、巣鴨にちょくちょくいたりとか一度話しかけてもらえれば次来た時とかもあお疲れ様ですぐらいは声かけられますよ。ずるっすね、何を気をつけてるか。なんだろうね、相手のスカ精度とかすごい気にするかも、うん、そうだね、さすがに9レベル、いや、ぶっちゃけた話、簡単に言わせてもらうと、別に段位関係ねえんだわ、鉄拳これからやるって人でも話しかけてくる人なんていっぱいいるし、9でもまだやってない人でも仲いい人なんて、巣鴨いっぱいいるんで、本当にそんなもんなんですよ、段位低いから巣鴨来れない、段位低いから話しかけられないっていうのは、おかしな話なんです、マジで。今、ぶっちゃけ段位が高いから偉いとか思ってる人って、絶対おかしいと思うよ。本当にそう思う。まあ普通に話せばいい、ね、そうそうそう、ね、ただ何ですか、例えば僕とかバクシーとかって生放送とかでも今出させてもらってるので、簡単に言うと意識はちゃんとそういうのはしてます。そのみんなに見られてるっていう意識でももちろんそういうのは持ってるんですけど、それが直接なんかそのね、なんて言うんだろう、難しい話、ね、関係ねえからマジで。まあ関係ないよね、怖いとか思われても仕方ねえんだよ、俺はこのスタンスでずっと生きてきたんだから。初心者講習はね、毎週火曜日にやっております。のびさん会った時にインパクト残すように、そのインパクトが変なことにならないようにしてください、頼みますよ。おー、のびお疲れみたいな感じ。おー、お疲れってなるから、まあみんな基本でもね、初め話すきっかけって言ったら生放送見てますっていうどっから入るね、それが一番話しやすいかもしれない。俺は覚えてもらってるけど、もっと仲良くないね、んなのね、気がついて巣鴨によく来てくれたら仲良くなりますよ、もちろん。それとかなんか面白いやつとかインパクトあるやつとか、そういうのはね、仲良くできますもん。昔は段位高いからいられるのは あったかね。まあまあ時代変わったでしょ、まあね、にあとは人によると思う、うん、いろんな SNS が増えたじゃん、ええ、そう、ツイッターなり、お疲れ、音符も来た今、ゼクシーなり生放送なりとかも増えたから、気軽に強い有名なプレイヤーと話す機会っていうのは増えたと思いますよ。俺神なんだけど友達でね、そんな人たちいっぱいいんだから、古川さんに話、それは僕たちは関係ないのでぜひ聞いてみてください。俺はのびさんにこいつ強いと、ああいいね、そういうのも大事ですね。何このクソ会社、知らない、多分生放送側がちょっと重いんですよ。思ったけど、爆心さんも
なんでかって、まず大前提は爆心は仕事じゃないからな。簡単な話、ただ鉄拳やってるプレイヤーで、僕、俺の仕事に今協力してくれてるだけなんだから、そこは爆心が話しかけやすいようにしますっていうのはね、爆心本人なんだから関係ないもんね。まあね、ただめちゃくちゃ人間いいやつだから、絶対損はないはずなのよ。そこはそう思いますね。鉄拳しないけど伸びに、ああ全然いいですよ、巣鴨で遊びに来ておしゃべりでもしましょう。ブレス聞きたいな、いいじゃん。まあね、別に話しかけてくれれば。そう、バクシーは、語りが得意だから、とにかく、おしゃべり好きだよね、案外。おしゃべり好きだよ、バクシーは。ネタも豊富だし、いろいろ、このリリーエーデルバンバン打つはね、すごいよこの人は。エーデルメイスどう？エーデルメイスなし。どうしたの？メイスさん、エーデルメイスって名前に。 KO ラウンド2ファイト。話しかけても問題ない、もちろんです、もちろんです。のびさん、京都いつまでいんの？木曜、うちら明日の夜から原野さんの車でみんなで行って、月曜の朝到着してちょっと寝たりして、で日曜日に帰るよね、多分夜ぐらい。そうだね、ダイソンとかで間違いない。 KFC さんの人品さんが、なんでその視聴者みたいに言ってくるんだ。普通になんか喋ってるじゃないですか、何言ってんすか。いや、そんな話したことない。あ、人品さんあんまないんだ、ペイさんは昔はすげえ、野獣馬大好き勢だと思ったんですけど、仲良くなってからも結局野獣馬大好き勢なんですよ。はい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 、はい。ね、でも俺は本当に好きですよ、マジで面白いと思います。そういう人も絶対いなきゃいけないなと思いますもん。バクシーさんいるの？バクシーいますよ。バクシーさんすごく固めが得意そうな印象を受けたんですが、固めが得意なキャラってどれだと思います？固めが得意なキャラなんだろうね。バクシーはね、ぶっちゃけ固めが得意ってよりもいなしがうまいと思う。いなしだね。だってそれしかやってないもんね、いなしの考えしかしてないが、バクシーはうまく相手の考えに対してどういなすかしか考えてないと思うよ、で、近距離力つけるためにポールとガンリュー使ってるっていうのが一番、まあ、そうだね。ずっとアーチョ、今回はそんなに鉄拳っていうよりも大会は出るけどね、大会だけ出て観光もしたいな、マジで、京都なんて行くの2回目だし、どうせだったら原野さんが車があるんで観光をメインでやっていきたいですね。俺は最近北千住は、まあ、ちょいちょいいますね、まあ、週3回くらいではいるんじゃないかなと思います。で今後、まあ、北千住のガオで店員やるんで、まあ、いる回数も増えるんじゃないかなと思います。巣鴨、ね、行けるけど地元が、まあ、廃れるんだったら地元じゃ大事にしていきましょう。野獣まで見て楽しいですね、俺もそう思います。アスカに奈落とライトついたらキャラ禁止ですか？まあ奈落はないね、はい、あ、そうそうそう、バクシーが北千住の店員にあっちがもうオファーしようとしてたみたいですよ。そう、店員がスカウトをしようとしてたっていうのが超ウケるよね、うん、大会出ないのにヤジ行く人どう思う？ぶっちゃけ鉄拳って一種のそれ楽しみ方だからいいと思います。鉄拳やんなくたって見てるだけの人なんていっぱいいるし、なんだろう、うん、俺は全く問題ないと思いますよね、それは。あ、ゆうくん、北千住のガオですよ。はい、北千住のガオス。さあ、配信が残り8分で終わりです。京都行くぞ。お、ジンペさん、ちなみに出るんですか？この話の流れから言うと出ない野獣馬勢の気があるんですけど、どうなんですか？あそこクレア甘いんだ。甘いよ。ユウさんの情報っぷりやべえんだけど、マジで詳しさやばいんだけど、さ、うまい棒がさ30本入ってる、うん、なんか一つでパックになってるようなやつがあるんだけど、はいはいはい、あれ置いてあってさ、うん、あれが普通に100円で取れたりするんだ。店員ってプレイヤーコウスケです。コウスケ P、 ジンペさん、はい、出ない、まあもちろんですね、全然、じゃ あうちらのチームも仲間として煽ってください、よろしくお願いします。心強いです。それは今後鉄拳はどうなっていくんですか？知りません。
もちろん絶対盛り上げていきたいっていう気持ちはあるんです。まあそうなんだよ、ね、それはそうなんですよ。ただどうなっていくかっていうのは本当にあのマジ未知数だよね。いやめっちゃビジョンが見えないのがまあこれまたおもろいんですけどね。はい、さあのび太今度モンハン、モンハンいいね、面白いからね。さあそういや台鳴らしまくってる人、注意してる店員がめっちゃかっこよく見える台、あ台パンしてる人ね、まあ、はいはいはい。今後敵は日本の授業に入れねえよ、英語みたいに入ってくるのか。また入る会場は一般ももちろん入れるとは思いますよ。バクインストラクター爆弾ってやばいね。店員ってプレイヤーコウスケですか。そうコウスケだよ。そうそう、あの今1個言おうとした、あそう埼玉ポピーもさ、はいはい、クレーンが甘いっていうよりも300円ぐらい入れて、あの100円入れて、ええ、リゾットとかが食べれたりするのよ。なん商品があってご飯のリゾットで、俺が200円入れて取れなかったら店長が100円入れて、はい、もう自分でクレーンで取ってくれたりとかして、はいはい、ポピーやばいんだよ。300円ぐらいクレーンに入れたら1個絶対くれんのよ、知り合いなら。面白かったさ。バサラフォンもうしてない。今スーシャーリーエーテツやばいね。スーカーやばい、テツやばいね。やべえな、やべえな。それでもいいな、あの課題で山瀬5回滑らかにとか、ね、はいはいはい、S ランクがあったりとかあったらいいよね、はいはいはい。本日は、アスカのキャラクターのフレームを全部覚えましょうみたいなあったらいいかもね。さて風呂行ってらっしゃい。バクシー濃いですね、ね、バクシーは鉄拳界三大帝のオールの一人で、だって、はい、面接でさ、この前ガオの面接の時にさ、はい、あの長所と短所書くところがあって、それをあのガオの本社の人が書いてくれたんだけど、あ、爆笑君声がいいねとか言って、長所声がいいとか書いてて超面白かったもんね。何でも良さが見えるよね。そうなのね、初見だからね、間違いない、間違いない。説の字が間違いないね。伸び監修向かの攻略本みたいなのはいつか出したいですけどね。まああの知識はあるにはあるとは思うんですけど、まずいかんせん文をまとめるのが下手くそなんで、まずそういう勉強もしたし、設計の夏休み課題してて、まあでもあのそういうのこそ俺の講習でもちろん課題を出してるので、勉強したい方は本当に講習受けに来てくださいよ。さあバッサー、あれバッサー上がってる、上がったよ、もうとっくのそうだよ、本当、ええ。今日は残り5分で終わりにしたいと思います。鉄拳って高速で打つ将棋みたいな、あのまあ、まあ、間違いないね、本当に間違いないわ、高速で打つ将棋だねこれは、うん、早いね、早い、王手あるもんね、あるあるあるあ、うん、こいつ終わった王手みたいなあるでしょ、炭みたいなね、そう裏になったりとかもあるもんね、うん、これ不敵かみたいなのはい、バッサンの相手はリクルート、リクルートってプレイヤーですね、うん、講習グループ講習で紙配るのってどうなったんですか。あの今はもちろん考えておって、もうそろそろ実施はできるかもしれません。ちょっとねお楽しみにしていてください。今はね写真撮ってもらったりとかでなっちゃってるかもしれないですけど、紙に最終的にはやりたいと思います。ただね、いろいろ本当難しい話、問題がかなりあるので、実現できるように頑張りたいと思います。はい、高速だとそうだね、そういう感じですね。シャオヨシミツ飽きましたっていうよりも、まあキャラやんなきゃいけないキャラ多すぎ、あるよ、うん、本当だよ。てか JUC やばい、何 JUCR ってJUCR やばいね、 JDCR があんま、あ、見た見た、そんな、そうなんだね、スナクマの伝えと聞いたわ。カポエラのスナに何したらいい、 2RP 届かないんだったら 1RK かね。4月くらいから導入、何が、いやどうなんだろう、実施できるようには早めには考えたいと思います。神田赤段だとポイントはその台にもよりますね。まあでもこの朱雀風神だったら 0.55 くらい、1個差だから台ポイントは変動しますよ、うん、ただ1個差だったら風神の倍の方が不利になるんだよね、ちょっと。まあそうだね、韓国ではまだ来てない、まあわかんないです、情報はインク代とか、まあいろいろそう面倒くさい話がねちょっといろいろあるんですよ、申し訳ないんですよ。初心者、中級者、上級者は区別どこですか。なんだろうな、リアルな話、皆さんが思う初心者、中級者、上級者、多分初心者は石板台まで、中級者だったら剣弾以上ぐらい、修羅ぐらい、修羅未満までが中級者、はいはい、で、あ、そんぐらいで、上級者っていうのが
シュラ以上上って思うじゃないですか、テンプレの話としては。はいはいはい、でも僕が今思うのは、初心者は、獅子とか猛虎ぐらいまで、はいはい、で、あの中級者っていうのが風神ぐらいまでって俺は思うのね、はいはいはい、で、上級者っていうのが風神より上って思うんだけど、本当に上級者っていうのを区切りが違うんだけど、マジで上級者っていうのは鉄拳王から上とかになってくるじゃん。マジで上級者はそうだね。そうなの、そこはちょっとね、人によるかもしれないけど、皆さんの考えてるそんぐらいでいいと思いますよ。俺は何段くらいからキャラ対策、そうだね、まあある程度のキャラ対策とかなら、どの辺からだろうな、あまり考えてなかったな、うん、すげえ後の方からだと思う。俺もそう、ラダンぐらい行ってからだと思うよ、俺も簡単に言えば。だから下は、あの、なんだろう、うん、まあ確かにあの、225さんが言ってるみたいに、そんな感じかもね、気持ちは。剣団は、あのね、獣団はやっぱ初心者のイメージ強いよね。そう、中級者の人たちが多分相当幅が広いんだと思う。広いね、かなり、あの朱雀ぐらいまでは中級者って言ってもまあ問題はないよね。問題はない、そう、敷居が高い、まあ気持ちはそうだけど、あの世間一般でいう普通の初心者、中級者、上級者っていうのは石板、獣団、羅団ぐらいでいいと思いますよ、もちろん。でも本作のゲーム性なら結構誰でも赤団には、あの本気で頑張れば、どんなフェンスがない人でも赤段ぐらいにはいけるようなゲーム性です。それは間違いないと思います。獣か上に上がるにはね、ここが1個のその中級者になる壁だと思いますね。冒険以下は初心者、まあそんなわけでもないんだけどね、難しいよね、その初心者、中級者、上級者、区切りなんて。だって例えば獣団ぐらいの人でもめちゃくちゃ強そうな動きする人なんてもちろんいるし、一概になんとも言えないけど、まあ石板団ぐらいは間違いなくまだ始めたての初心者かなとは思いますよ。まあでもこんなこと言ってたらあとね、配信30分くらいになってる。間違いない、うん、お疲れ様でした皆さん。まあラダンはみんな目標に行きましょう。ラダンまで上がったらみんな間違いなく強いと思います。それは、とりあえずの目標はラダンで、はい、では、次回は土曜日のまた、はい、でも皆さん会いましょうね、はいはい、お疲れ様でしたね。はい、お疲れ様でした。はい、この後も巣鴨めっちゃ多分まだまだ盛り上がってるので遊びに来てください。今日これで終わりにしたいと思います。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。また、はいで会いましょう。頑張ります、頑張ります。